今週もうるま市からお送りします。早速物件をご紹介したいと思います。大地の大城さんです。はい、こんにちは。先週に引き続き一戸建て風分譲マンションエリクシア木深の丘を紹介したいと思います。沖縄県初、コンクリート壁の外側と内側に断熱遮音材を貼った外内断熱遮音工法は、室内の温度を一定に保ち、外の音も遮断し、生活騒音が聞こえないというこちらの物件。今回はどんなグーポイントがあるんでしょう。早速ですが、大城さん、おすすめのグーポイント教えてください。はい、電室、トイレも含めて床材が硬い素材でできております。傷がつきにくいと言われてまして、車椅子でひねっても傷がつきません。はい、傷もつきにくいし、そして汚れにも強いんですよね。そうです。ワックスがけも必要はない。いらないですね。ハッとして。さあ、お風呂にやってきました。はい、浴室ですが広めの1600タイプを使用しております。お手入れが簡単なホールクリーンパネルを採用しているところです。ね、足も伸ばしても余裕だし、掃除もしやすい、いいとこずくめで、そしてグー。階段を降りてくる作りって珍しいですね。はい、こちらの部屋を抜きますと、はい、どうぞ、テラスとなっております。素敵。お家にカフェがあるみたいで、そしてグー。もこさん、こちらの物件いかがでしたでしょうか。はい、もう耐久性だったり、お手入れのしやすさだったり、住む人のことを考えられた素敵なお家だなと思いました。グーホームのウェブサイトにあるパノラマ物件特集は、 VR ゴーグルを使うと実際に内覧した気分が味わえます。対象物件がある不動産店舗でぜひお試しください。グーな家をお探しのあなた、ご希望の条件はこちらまでお送りくださいっす。この物件、グーッと来てね。この番組はグーホームプロトソリューションの提供でお送りしました。来月もお楽しみに。